それでは市民生活分野の発表を始めさせていただきます市民生活分野を担当させていただきました地域デザイン科学部コミュニティデザイン学科4年生の岩木蓮と申しますよろしくお願いいたします市民生活分野では市民向けワークショップの開催を行いましたワークショップはオンライン動画教材による事前学習とオンラインワークショップ本番ですねそれとオンライン事後アンケートを一体的に行いましたオー また私自身はオンラインワークショップ本番でのファシリテーターを務めましたワークショップでは日頃感じている環境変化について参加した市民が自ら原因や対策を検討して具体的な行動に移すために次につながる対応を考える場とするために発言の機会が増えるよう少人数のグループワークを取り入れました地域で感じられる影響事例地域での適用策について それぞれグループを入れ替えながら3回のディスカッションを行った後にそれぞれのグループから出された意見をファシリテーターが総括しさらにワークショップ全体の集合地としてコーディネーターが統括いたしましたファシリテーターという立場で市民の方々の現状として感じている気候変動ですとかまたワークショップで参加者の方同士で意見交換を行う様子を見て 気候変動という大きな問題に立ち向かうにはやはり人と人とがつながることが大切なんだなということを改めて感じました気候変動というとどうしても地球規模の問題であるがゆえに自分の日常生活と結びつけて考えにくいという現状があると思いますです熱中症が一般的になってきた ですとか、また雪があまり降らなくなったなど、ワークショップという形で問いかけることで、実は身近で体験していた気候変動に気づいて、そういえばそうだったといった共感ですとか、うちではこんなこともあったよというような、他の新,新たな情報を得ることで、と気候変動をよりと差し迫った問題である、身近な問題であると認識できたい様子が見られました。とまた。 自分で問題提起から解決策まで考えること、さらにそこに人の考え、他の方の考えにも触れるということで、自分の中にあった潜在的な考えを掘り起こすこと、また自分ごととして自覚することや行動を起こす原動力となることが期待されるのではないかと思いました。にめも市民同士が、 地域について意見交流を行う地地域の地域で起こっている気候変動について意見交流を行う場が継続して必要なのではないかと考えられます。また他の学生からは様々な年代職種の市民がそれぞれの視点から意見を出してまた一緒に考えることで自分にはなかった解決案や考えを聞くことができてワークショップの良さを知ったですとかまた気候変動の対策を個人の行動レベルに落とし込むことが難しいのではないか。 若者に気候変動を意識してもらうには環境を守る行動をすることはかっこいいことなんだとアピールするような方法が必要なのではないかといった声が聞かれましたと市民の方々からも事後、えー、アンケートの結果ですねいろいろな方の意見を聞いて私のもともとあった考えや知識が広がりすごく勉強になったですとかまた気候変動は身近なところで起きており個々人の意識改革が急務であることを感じた また、忘れかけていた気候変動問題を地球最大、えー、地球市民最大の課題として再認識したです、えー。といったようなワークショップが感じられるような意見がたくさんいただ,きいただくことができました、えー。また、今回の市民向けワークショップでは、事後アンケートによって気候変動適用に関する市民の関心事として、特に,特に災害対応に関する 関心が高いことが明確になりましたこれ以外にも参加者は様々な分野に分かれて興味を持っていることが分かりました今後ワークショップを行う際にはですね、ワークショップのテーマを分野に分けて行うことでより的確な情報を市民の方々に提供することができるとともに市民の関心層の参加を掘り起こすことができるのではないかと考えられますまた那須小原市は標高差が ありますのでと気候変動による影響や適応について地域差があることが想定されますよって今後ワークショップを実施する際には地区ごとに実施することによってよりその地域ごとに即したような情報や対策を明らかにできるのではないかと考えられますと市民生活分野の発表は以上となりますありがとうございました